今電話してきたところです。そうですか。CO2 と H2 に分解にあります。紛争社会なんですよっていうことをね、もっと PR しなきゃいけないなと思ってるんですけどね。取締役代表執行役社長田中久雄でございます。どうもありがとうございます。次世代の水素エネルギー社会実現のための強固な基盤として生かしていければと大きな期待をしております。まさにこのセンターは水素社会に向けた新しい未来を生み出すものである、強く実感をいたしました。地元自治体としても大変嬉しく誇りに感じているところでございます。お願いいたします。無事テープ確認が行われ、水素エネルギー研究開発センターがただいま始動いたしました。中央に現れた水素タンクはこの施設の象徴ともいえるものです。本日はお忙しいところをお集まりいただきましてありがとうございます。水素は世界のエネルギー供給のパラダイムを大きく変える可能性を秘めております。水素を作るところからですね、貯めて使うところまで、そしてそれを全体をマネージしていけるソリューションを、提供できるのは現時点では当社一社というふうに考えております。